JRF マーク廃止後のデザイン V19C-8739 平成30年7月豪雨の影響により内航線による鉄道代行輸送が行われていた岡山市新岡山港へクレーン釣りのできる 19D と V19C を積載して臨県の兵庫県姫路貨物駅から到着した風景 JR 貨物 V19C 型コンテナは 日本貨物鉄道が2006年から製造、保有している12フィート通風コンテナである。両側開き12フィート有害コンテナである 19D 型コンテナを基本に通風機構を加えたのが本形式で、両側に扉を持つ両側開き構造である。内包寸法は高さ 2245mm、幅 2275mm、長さ 3647mm。 内容席は V19A 型コンテナや V19 バイト型コンテナに比べわずかに増えて18.6立方メートル最大積載重量は5トン外観は V19A 型や V19 バイト型と同じく JRF レッドと称されるフロンティアレッド1色塗りで側面中央に JRF のロゴマークが白抜きで大きく配されている通風装置は V19 バイト型と同じく 内側から操作する、開閉可能なスリットタイプのものを側面に4箇所ずつ、計8カ所に設けた。また、コンテナ内部の室温上昇を防ぐため、屋根に断熱材を取り付けた、簡易断熱構造とした。近年のロットは、塗装が大きく変更されており、赤紫色を基調としている点は従来と変わらないが、JRF マークと白線が廃止され、 側面の中央右側に JR マーク、その下に JR 貨物の文字が入れられている。つまめん右上にも JR 貨物の文字がある。また、キャッチコピーのステッカー貼り付けも省略されているが、代わりにエコレールマークが貼り付けてある。2006年度200個が制作された。その後2007年度1000個、2008年度1000個、2009年度600個、2010年度1000個、 2011年度1500個、2012年度1000個、2013年度1500個、2014年度500個の増備が行われ、合計8200個が製作された。2019年1月5日、現在8057個が保有されており、JR 貨物所有の通風コンテナでは最も保有数が多い。ありがとうございます。